はい、皆さんこんにちは。ピアノ .com の石山です。今日は大阪吹田のピアノ倉庫の方に来ております。たくさんのアップデートピアノがねありますけれども、今日はねグランドピアノの紹介なんですね。ちょうどねこれを試弾されたいという方が来られましたので、ピアノを、梱包から開きました。グランドピアノの梱包ってねこんな風に、立ててね、くくっておくんですけどもね、足を外してそれを開いた状態がこれなんですね。ディアパソン、今もう本当にうちではですね大人気ですね。今もう入荷したらすぐに売れてしまうという、DR5BG というですね比較的新しいディアパソン、まあ平成に入ってから平成6年型ですけどね、116534と製造番号ですけど、こんな新しいディアパソンが入ってくるのは、めったにないですね。はい、こういう状態です。はい、ここはね一本張りではないんですけどね、この弦のたすき掛けっていうね方式ですけれども、現行機種でも同じデザインのが今ありますね。譜面のところがこういう風にデザインいいですよね。で、全所有者の方が非常に大事に使ってられて、ほとんど傷はないです。ただですね一箇所だけなんか落とさはったんでしょうね。ポツンとありますね、ここに傷が。そしてちょっとへこみ傷がほとんど目立たないですけどね。はい、これぐらいです。他はもうほとんど新品みたいに綺麗な状態ですね。はい、ちょっと全体を落としましょうか。はい、183ですから、まあヤマハでいうと C3 クラスですね。3型です。そして、鍵盤は一応人工造形、今は造形がね使えないので人工造形、ちょっと人工造形の特性として黄色く、少し黄色っぽく変色しておりますね。ここは、黒炭ですね。黒鍵は黒炭です。はい、ちょっとまあ、塗ってますので、色のハゲとかそういうのはありますけれども、まあ黒炭ですからタッチ、指の感触はすごくいいですよね。はい、これがディアパソンの全体のね、映像です。それでは音を聞いてください。私はこのピアノを弾いた時に驚きました。すごいです。すごい、やっぱりディアパソン独特のですね、響き方ですね。ちょっと聞いてくださいね。